えと携帯料金の値下げについてどう見てるか聞きたいです。設備借りて安くしてるだけで MVNO は首締まるだけで競争が成り立ってるような気がしてます。河川進めて 6G とかの開発力をつけさせようとしてるんならいいんですが、考えなしの安くしろもありえそうですよね。まあ、考えなしの安くしろじゃないですかね。結局、その,あの競争が起きないんですよ、携帯電話業界って。 その、まあ、この話前にもしたと思うんですけど、その、ソフトバンクが参入した時も、あの、安いっていうのを売りにして、ユーザーを貯めて、で、ある程度のユーザーが増えてきたら、もう、ドコモっていうと同じような金額にしましたっていうので、で、今、ま、楽天が入ってきて、楽天もまた安いっていうのを売りにして入ってきて、で、多分楽天がユーザー数が増えてくると、また価格が上がるんですよ。なので、その参入障壁がない事業っていうのは、価格は必ず上がって利益率を上げていくっていうのは、必ず起きるんですよ。 で、まあ、一応 MVNO という形で、その上がりすぎた場合は下げるっていう動きができるようにしたんですけど、今度はその MVNO もキャリアが得るようになっちゃったので、で、その高サービス高付加価値っていうのは、まあ、AU っていうブランドでやって、で、その賢くて自分で調べられる人であれば MVNO じゃなくて、その AU の MVNO ブランドの方を買ってくださいね、みたいな形にして、結局そのキャリアの下線が続いている限りは、 その新しく参入障壁がなかなかできないよねっていうのはあんまり変わんないんじゃないかなと思いますけども。